うわー難しい難しすぎるぜ。どうも皆様こんばんは、セゴリと三世でございます。さあ久々のイヤホンでございます。というわけで今日の動画はこちらです。ゼンハイザーの CX プラストゥルーワイヤレスです。さあゼンハイザーとんでもないペースでバンバン新商品出てますけれども、7月ぐらいでしたかね、 CX トゥルーワイヤレス、こちらも出ておりますけれども、プラスとついたのでその名の通り進化版でございます。こちらがですね5000円違うので、どれくらい進化しているのかっていうところと、こちらのですねモメンタムトゥルーワイヤレス2、こちらとも比べてみて新商品は一体どの立ち位置になるのかっていうのをですねビシッと確認していきたいというところでございます。いやーめっちゃ楽しみ。というわけでこれから皆様と一緒に見ていくことにしましょう。はい、というわけでこちらが CX プラストゥルーワイヤレスです。開けていきましょう。タララー、おー、いつも通りゼンハイザーのおしゃれチラシですね。各国の言葉で書かれた取扱い説明書、注意してくださいねの紙、イヤーピースは本体合わせると4サイズ入ってます。ほんでこちらが本体になるわけです。ちなみにこっちがですね CX トゥルーワイヤレスプラスじゃない方なんですけど、上側のロゴの部分ですね、それが黒からシルバーになってます。それ以外は特に変わってるところはなさそうですかね。パカ開けても、前作は真っ黒だったんですけれども、今回はですね白く、やや白くですかね、浮き上がるというような形になっています。中の文字もゼンハイザー真っ黒とシルバーバージョン。イヤホン本体はねちょびっとだけちっちゃくなってるように感じますね。内側の充電箇所もですね2箇所から4箇所になりました。前作と今作はですね3箇所違いがあります。まずはハイレゾ相当のコーデックに対応したと。これはですねアプト X アダプティブのことです。前作はねアプト X だけだったんですけれども、アダプティブにもいけるようになったっていうのは嬉しいんだけど、アダプティブまで対応してる機種が実は意外と少ないんで、その恩恵を受けられるかどうかっていうと、まあちょっと難しいところかなっていう気も正直しますけども、あとはノイズキャンセリングと外音取り込みですね、そちらがプラスされました。そこまで来るとですねモメンタムトゥルーワイヤレスと何が違うのかっていうところになるわけですよ。値段3万円以上するですねお高めのものですけれども、非常に人気があるというモデルですよね。その前こちら1万円台ですよ。3万円台はとても出せないっていう層にはですね非常に嬉しいわけですけれども、競争がめちゃくちゃ激しい部類なんで、果たしてどこまで使えるのかっていうのが非常に気になるところ。あとはイヤホン最大8時間、ケース併用すると24時間っていうことで、ここちょっとだけ短くなっています。とまあそんな感じの違いなんですけれども、大事なのは音質なんで、これから確認していきたいと思います。はい、じゃあ装着していきましょう。どんな感じなんですかね。装着するとこんな感じになりますよ。非常に軽い付け心地、全く違和感ないです。イヤーピースもねたくさんあるので、パッシブノイズアイソレーション、まあ要するに装着感ですけれども、そちらもね自分に合ったものでねいけるかなとは思います。アプリと接続するとこんな感じの画面になります。 CX プラストゥルーワイヤレスっていうことで、トランスペアレントヒアリング、要するに外部取り込みですね、こちらをオンオフすることができるということですね。あとはイコライザーですね。こちらでバーンと指でねバーっとやりながら動かすっていうこともできますし、周波数帯域ですねそれぞれで見るということもできます。あとは右上のですね歯車ボタンを押しますと、スマートポーズですね、イヤホンを耳から外すと自動的に音楽を一時停止する機能であるとか、アクティブノイズキャンセリングですね、こちらも搭載されています。あとは現在のコーデック、今 iPhone で確認してるんでね AAC になってますけれども、ちょっと DAP でもね確認してみましょうか。あとはバージョンとかですね、そういったものが書かれてるというところになるわけですね。はい、というわけで今ですね iMac から直接工事現場の音を流しています。じゃあノイズキャンセリングですね確認していきましょう。せーのポチ。おー、あ、聞くじゃん結構。ちょっと外してみるか。あー、そうねそうね、だいぶ中低域はカットされてるなっていう感じではあるな。では今度はモメンタムトゥルーワイヤレス2を使ってノイズキャンセリング確認しましょう。あれだってノイズキャンセリングはなんか今作の方が効いてないかな。いやーわかんない、なんかノイズキャンセリングはどうしても弱いよねっていう風にモメンタムが言われていたから、音質をね損なわないようにしていたからこそ、こっちはねあえて強くしたような気がする。わかんない、でもそんな風にも感じる。ちなみにこっち
ちらがですね、マイクの音声になります。今、ボイスメモを使ってですね、録音している状態になりますけれども、いかがでしょうか。通信環境とかですね、使うアプリ、ソフトとかによってですね、多少声の聞こえ方は変わると思いますけれども、こんな感じでですね、相手の声として届かせることができるというわけです。参考にしてみてください。ではですね、音を確認していきたいと思います。問題なくですね、AptX というふうにちゃんと表示されています。全く問題ないです。ザ・ゼンハイザーサウンドですよ。しっかり低域もですね、厚みを感じますし、かといって、こう前に出すぎるとか深すぎるとかですね、強すぎる。まあ、そんなこともないし、各音域のですね、分離感もよくわかるし、メリハリもしっかり効いています。録音された音をそのまま素直に出してくれてるなっていう感じがするので、非常に効いていて心地いいと思います。無理なく流れてますよね。ではこの状態で今度は前作確認していきましょう。いや、こっちもいい音だな。うわー、なんかでも大きな違いがちょっとなんとも言えずわからんな。音はね、こっちも普通にいいんでね。モメンタムの方でも確認していきましょう。あー、でもこっちの方がちょっと伸びやかかな。うわー、難しい難しすぎるぜ。中低域がね、ちょっとやや厚みを感じるんだよな。でもこっちの方がね、音が全体的にこう温かみがある感じかな。まあアナログ感っていうかね、そういう風な良さがあるかな。今作の方がね、よりこうはっきりっていうか元気感があるかな。声域もね、クリアに聞こえるんで、歌物とかはいいのかな。オールジャンルで聞けるのはモメンタムなような気がするけどね。それぞれによって違いがあるんで、自分の好きな音とかね、そういうものに合わせてね、聞き分けるのも楽しいかなと思います。さあ、外部取り込みも確認していきましょう。こっち。すごい自然かって言われると、まあ、そうでも、でもロボットっぽいかっつうとそうでもないんで、広域入ってる声かなっていうところではありますね。そんなに自分の声が変わって聞こえるとかそういうところではないんで、誰かの話してる声とか車の音とか問題なく聞こえるんじゃないかなって思います。モメンタムトゥルーワイヤレス2、あ、でもこっちの方が自然かな？こっちは中広域っていう感じがするな。そっちの方がやっぱり自然ですね。なるほど、わかった。じゃあまとめていっていきましょう。はい、というわけで今回はゼンハイザーの新しく出た CX プラストゥルーワイヤレスご紹介しました。いいところ、残念なところをまとめていっていくと、音は全く問題ないですね。しっかりゼンハイザーサウンドですよね。音には一切妥協はせずに作ったんだろうなっていうのがよくわかります。前作と比べると、まあ、ほとんど違いは感じられないぐらいですね。パワフルなサウンドを楽しめるかなっていうふうには思います。モメンタムと比べるとですね、よりこう明瞭さっていうものは強いかなと思うんですけれども、アナログ感っていうオールジャンルに行ける良さがあるんで、こっちの方がね、そのコストはかかってるんだなっていうのがよくわかるんで、もちろん好き好きによるかなっていうところではあるんですけれども、こっちはわりかしね、まあ歌物かなが強いかなっていう気がする。こっちはオールジャンルに行けるんで、もちろんイコライザーを使えばね、それぞれ変わっていくところではあるんで、もう好き好きどちらがね、好きな方を選んでいただくとよろしいかなと。今までゼンハイザーの音触れたことないっていう人でもね、ノイズキャンセリングとかも使ってみたいっていう最初の一歩としてはですね、すごく価格も取りやすいしいいと思います。ノイズキャンセリングもしっかり強く聞こえるし、外音取り込みはね、やっぱこっちの方が自然かなっていうところであるけど、まあ広域中心にですね、会話をするとかっていうのはまあ問題ないかなと思いますね。アプリでも問題なく接続することができるし、アップデートもあるし、個人的にはね、使っていてすごい楽しかったですね。そうね、あえて残念なところを言っていくと、AptX Adaptive はなかなか使うところがないんですよ。搭載されてる機種が少なくって、今はね、どっちかというと LDAC ですよね。同じものであると、まあ、LDAC の方を選択している会社が多いんで、前作がね、AptX だったんで、まあ、いきなりね、LDAC に変わるっていうのに、まあ、抵抗を覚えるっていう人もいるから、その流れで行ったのかなっていう気もしないでもないし、あとは音質が大きく変わってしまうっていうことをですね、まあ、懸念したっていう可能性もあるけど、個人的にはLDACの方は良かったかなっていう風には思います。所有欲を満たしてくれる感じはないかな。どうしてもコストカットしてる感は否めないんですよ。可能な限りですね、カットできる部分はカットしましょうかっていうのを感じるんで、音はね、素晴らしくいいですよ。音とかですね、性能っていうことに関しては全く問題ないですけれども、この形が好きかどうかとかっていう、まあ、個人のね、こう趣味が分かれるところにもなってくるかなと思うんですけれども、僕個人的には使っていて非常に楽しかったですよ。やっぱりいい音しますし、性能的にはね、全く問題ないです。
ですよ。ここはもう、魑魅魍魎がたくさんいる科学隊なんで、そこでもね、まあ、ゼンハイザーは負けないぞっていう、ここにね、わー、切り込んでやるぜっていう、ある種のね、覚悟みたいなものも感じたんで、今までね、買えなかった層もね、買ってみようかなって思えるところまで来たんだっていうのは非常にね、嬉しいなっていうふうに思いました。気になる方は僕の動画説明欄にリンクがあるので、ぜひそちらから飛んで買ってみてください。それと僕の動画コミュニティ欄から随時お得な情報を発信しています。チャンネル登録していただきますとコミュニティ欄見られるようになりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。Twitter、インスタ、楽天ルームのフォローもお待ちしてますよ。それとこの動画が面白いと思った方、高評価、ぜひ皆さんのご意見も下に書いて教えてくださいね。つなげてまた明日、チャオ。